おはようございます。朝5時です。今日は前回、ファン感謝祭で絵心選手権で優勝した僕と前々から釣り番組に出たかったという伊沢が一緒に釣りに行ってきます。意気込みをどうぞ。とりあえず藤岡さんが山で一匹しか釣れなかったっていう現状があるんで、それを覆してしっかりいっぱい釣りたいと思います。はい、ということで、まあ、僕はそうですね、ちょっと朝早いですね、今早い、太陽まだ昇ってない、まあなんとか伊沢の足を引っ張らないように頑張ります。じゃあ行ってきます。よし、海に来ましたよ、ついに。はい、ということで今日はこれからどちらが多く釣れるか勝負したいと思います。絶対勝ちます、まあ、実際伊沢選手経験者で、はい、お父さんの親戚がそう漁業の新潟の方で漁師の方やってました。やってまして 昔ちょっと一緒に漁とか連れてってもらったので、その経験を出していきたいと思います。バリバリも釣りやってる人対まあど素人の僕なんですけど、まあ、こうやって海に来てみるとなんか釣れそうな気がするんで、今日はいい勝負になるんじゃないかなと思います。はい、はい、あ、それで見てみる。これはカット後で叩かれる。キモすぎでかい、でかいし、はい、僕おい、でかい方がいい、でかい方がいい、でかい方がいいですか。魚にアピールします。やばい、マジ気持ち悪い、はいはい、君のやつを選んでうわぁ、いけ、お、あー、そっか壊れ、ですよね、ほんと表面を入ってた。あ、まずい、来い、あ、まずい、来てる来てる来てる、おーいすいません、お騒がせしました。来たどうですか、これなんて魚ですか。アイナメの子供じゃないですかね。子供ね、はい、ありがとうございます。一歩リードです、伊沢選手を一歩リードやっぱね、人類の知恵ですね、これが。来た、やばい、2匹、あ、1匹は間違いない、おお、お前マジか、おい、でーん、はい、2匹目、何これ、え、うわ、違う、さっきとなんかこっちっていう魚かもしれないですね。こっちさっきと違うやつ、さっき違う、さっきと違う、釣れるもんすね、いいよ、2歩リードですね、伊沢選手。やっぱりビギナーズラックって言葉があるように順調そうですね。でも天性の才能ってことは、こんなことに絶対ビギナーズラック投げない。来てます、でかい、でかいよ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 、おたまじゃくしみたい、すごすぎるでしょ。きたー、フグ、神神がいる、釣りの神が今日俺に微笑んでる。ここが僕の山本スカイ、バックミュージックかけてますね、もちろんかかってるんですよね。最後エンディングで使ってください。僕簡単に感じてるのですから、また戻る、ほらもう
なんでやねん。なんでや。え？おお、でか、重っ。食ってるよ。やば。やば。カウント、カウント。はい、いつもちろんございます。いいですか？いいです、いいです。イソギンチャクなの？わかんない。何？人手って何？え、人手って何すか？やば。ちぎられたまる。今の要領で、あの、真下にいる魚をとりあえず、とにかく一本取るっていう。来ましたね。あ、やばい。ちょっと上げてもらっていいですか？かかってる、かかってる。あ、もんね。赤ボケと。あ。本日一匹目の。やっと取れましたけど、ちょっと悲しいんで、もっとでかいの狙います。ほら。先にイザーが来ちゃいました、ついに挽回の兆しが来ましたね。やばいっすね、ちょっと、同点3対3人でカウントっすよね。人でカウント、カウントカウントすら分かってる。そして今ね、来てるんですよ、これ。はいはい、これはこれはこれは何、これ。キスじゃない、メダカみたい。メダカ、メダカでっかいバンみたいな。俺ごめん、ほんと魚の名前わかんないからさ。メダカ、こっち。少しずつサイズも大きくなってるんで、次ちょっと期待したいですね。わかんない、稚魚っす。めっちゃちっちゃいです、これ。童貞やがんな。いや、魚で言ったら俺の勝ちやから。そうだ、前半戦振り返って、まあ僕がいいスタートを切ってというか、まあはい、そういう感じで行ったんですけど、ね、最初は伊沢も結構ちょっと僕は焦り気味というか、僕は全然もう本当ポンコツすぎてちょっと焦ってたんですけど、途中から一気に連れてくれたんで、最初から2匹だけ釣った俺に対してこうアドバイスを求めてきたりとか、ちょっとねブレるな伊沢と思って、ちょっと弱気の自分出しちゃったんで、次のラウンドは強気に行きます。まあちょっとでもまだ2人とも大物が出てないんで、まあやっぱこう手のひらサイズぐらいはいきたいよね。手のひらサイズぐらいの20オーバーを願いたいと思います。頑張ります、頑張ります。まあこれは僕が欲を出した結果だなと思ってて、ちょっと大物を狙って餌をでかくしたりしたらそのまま食いちぎられちゃったみたいなが多かったんで、ちょっと反省して今回餌ちっちゃめでいきたいと思います。よし、いけるそう。釣った、またワッサップイージー。じゃあ、すげえな。釣った、釣った。ノーカウント、ノーカウント。見えない、見えない。ポチ4連チャン。どんだけ。いいです、大台です。うまいぞ。あー、うまい。圧倒的に数が違う。いや、10匹目ついに釣りました。もうこれで大和には勝ったと思います。こっちじゃないやつ釣った方が勝ちだ。すごいラスボスの答えだ。勝負がついてるな。早っ。いやー、もう11匹すぐ釣っちゃうんで、やっぱりこれがやつとの度量の差だと思います。潮時ですね。お、待って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 、いいよ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 、来てるよ来てるよ。おいおいおい、はいはい、やばい。
はい、見た伊沢くん、見た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 、やっぱ我慢した甲斐があったね。これちょっとやばくないですか。ちょっといいっすよ、ね、じゃあこう今回は1匹釣ってかかってからこう反応あったんですけど、もう1匹来るんじゃないかと思ってちょっとあえて泳がせたってところが勝因だったかなと思います。これすごいっすね。わっ勝ったでしょこれ。ありがとうございます。これどっちですかね。カレーですかね。これは誰も出てきない。いやもうこれ完全に勝ったと思いますよ。ありがとうございます。完全勝利。完全勝利です。やっぱここですよ。やっぱ人でなんか逃げるよりはちゃんとこういうでかいのを釣ったんで、完全に僕の勝ちだと思います。しっかり流してる。じゃあ逃がします。いえ。おお早い。期待がこれは。あそこ期待してんの今あれ。はい。とりあえずね、今回俺らは釣れたからまだ。ああ、まあそう、あの例のあの人は釣れなかったから名前を言ってはいけない。釣れなくてもやっぱりトークでやっぱり場を持たせたっていうやっぱりそこの力はあるけど、俺らが釣れなかったらどうなったか分かんない。そうだね。そこの力を持ってる。本当。今後ともしっかり勉強して頑張ってください。今度一緒に行きましょう。バイバイ藤岡さん。名前言っちゃったよ。